三代目 J ソウルブラザーズのナオトが12月5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。2日から4日にかけて開催された、三代目 J ソウルブラザーズプレゼンツ、JSB ランド東京ドーム公演にグローバルボーイズグループ、INI、INI の松田陣が訪れたことを報告した。松田陣、三代目 JSB ライブ参戦を報告グループ6度目のドームツアーとなる同ライブ。ナオトは、アットオフィシャルアンダーバーアンダーバー INI の松田陣君もライブ見に来てくれました、と松田の参戦を報告し、仲良くピースを決めた2ショットを披露した。また、逃走中の救世主、と、9月に放送されたフジテレビ系、逃走中ハンターと強欲の王、で共演した際に、松田から助けられたことに触れ、救世主、と感謝の意を表現。松田も、番組終了後に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組、From INI、東京 FM、JFN38 局ネット、25時、にて、このエピソードに触れており、連絡先を交換したことも明かしていた。この投稿に SNS 上では、交流続いてて嬉しい、二人ともかっこよすぎ、満腹、兄弟みたい、素敵な関係性、など反響が寄せられている。